下水に含まれる新型コロナウイルスの量から今後の感染者数を予測する東北大学の調査で、仙台市の感染者数は減少傾向は続くとの結果が示されました。東北大学大学院工学研究科の佐野大輔教授のグループは、毎週、仙台市内の下水処理場から下水を採取して検出された新型コロナウイルスの量から、 次の1週間に発生する感染者数を予測していますこれは先月から今週までの結果をまとめたグラフです赤い線で示したものが研究による予測値で青い線で示したものが実際に確認された感染者数です先週は1853人の予測値に対して実際に確認された感染者数は1932人で 若干予測値を上回りました一週間の感染者数としては前の週と比べ15%ほど下がりました今週の仙台市内の感染者数は先週の実測値を335人下回る1597人と予測されていて緩やかながらも減少傾向が続くと見ています懸念の一つは そのあたり、非常にこう10歳以下の子どもたちの感染数だったんですけれども、えー、っとそういう傾向が出てきてから、もうしばらく経つことは経つので、AI の学習も進んで、えー、そのあたりの予測値の誤差というのは、ですねあの、えー、少なくなってきている状況ではないかなと佐野教授は、依然として感染者数は高い水準であるため、感染対策の継続を呼びかけます。引き続き続 減少していくんではないかというふうには予想してますけれども、先週1900人とも2000人近い新規感染者が出てますので、えー、引き続き気をつけて過ごしていただきたいと。